ッシュの体力は総合格闘技に活かせるのか。ラッシュ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 。たけしです。はい、今回はですね、これも企画になってます。早速登場してもらいまーす。すいません、どうぞ。長島リリーさんです。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待って、はい、僕あのね、動画見させてもらったんですよ、はい、であのコメント欄とかに、はい、相変わらず最初何喋ってるか分からないって書かれてるじゃないですか。ほんまに何言ってるか分からない。初めて生で聞いてるんですよ。ちゃんと言ってるんですけどね。でも中島レイさんはマラソンランナーで、なんかアーティストとかもやってられてるんですよね。そうですね、まあ、あの基本的にはマラソンのね、あのメインとしながら、はい、まあ、結構 YouTube やったりとか、うん、まあ、趣味で音楽をやったりとかして、はい、まあ、いろいろやってる感じです。はい、しかもなんかすごいのは2019年でしたっけ、はい、箱根駅伝優勝ですよ、過去のね。いや、そんなことない。まあ、それでちょっと今日協力してほしいんですけど、はい、ちょっと検証動画になったんです。はい、陸上選手の体力は総合格闘技に活かせるのか。例えばスタミナが欲しい選手がいるとするじゃないですか。じゃあスタミナがないから走ろうっていう選手が結構いると思うんですよ。そうですね。果たしてその走る体力は総合格闘技につながるのかをちょっと検証したいんですよ。確かになんかちょっとこうなんていうんですかね、フルパワーじゃないですか。はい、で逆に言うと僕マラソンとかなんて、まあ、1時間2時間をこう、はい、ちょっとのパワーでこう持続するので、はいはい、もしかしたらちょっと違うかもしれないですね。そうなんですね。はい、でしかもこれは総合格闘技側の選手からではなく走ってる側の専門の方からの検証ってなってるんで、そこのちょっと意見を正直に聞きたいっていう。そうです。これ次第で僕これは走るか走らないか今後かかります。そうですね、あのもう世界中の格闘家が走り込みやるかもしれないから、ね、この動画になってるんで重要なんだと思います。でどういうふうに検証するかというと、3分で1ラウンド僕がレイリーさんを追い込みます。いろいろこう実践に近づけた動きにしてって3分1ラウンドで終わった後、そうどういう感じになってるのか検証してる。僕はだから泉さんを3分間ボコボコにしてるんです。はい、じゃあもう早速やっていきます。早速、はい、行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあ行きます。はい、行きます。よーい、スタート。走る体力はこれやっぱつけてた方が総合はやっぱいいですかね。使えるんじゃないですかね、やっぱり。おお、じゃあ何トレの意味が。ただまあその長距離的に言うとこれって長距離マラソンっていうよりも中距離、中距離的な筋力の方が
まあ、向いてると思うんですよ。あ、まあ、言うてもやっぱ3分5分なんで、僕1時間2時間走るためのトレーニングしてるんですよ。 1500m とかだと3分4分を全力で走るトレーニングしてるんで、速いペースでゼーハー言いながら40分50分走るとかってなって、もうジョギング自体はゆっくり遅く行って、で最後にこうちょっとこうダッシュを何本か入れる、200m、300m、400m、1分ぐらい全力で走り続けるみたいな、そういうのの方がトレーニング的には向いてると思いますね。なるほどね。もうずーっと長距離走るというよりも、はい、こうインターバル的なこう、200-300m ガーッと走って休んで、はい、そうです、そうです。トレーニング方法としてはそっちの方が向いてる、そっちの方が向いてると思いますね。おー、すげえ。これいいっすね、なんかこの検証動画。デイリーさんの動画では、ボクシングのスパーリングやってますので、はい、よかったらこっちもチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。初スパですね。あ、そうですね。初スパ、初スパでやったんです。初めてグローブしてたね。めちゃめちゃいいボディもあったんで、よかったら見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれじゃあまた。